い、どうも、トイです。さあ、皆さん、ワンピース最終章、一番厄介な存在って言ったら誰やと思っていますか？やっぱり、五老星。本当にあいつら、やばいですかね。まあ、ちょっと頼りないところもありますよね。じゃあ、黒ひげ海賊団。これはね、誰が聞いても絶対にヤバいじゃないですか。エッグヘッドでもローとの戦いでももうヤバさっていうのがプンプンしてますよね。で、実際今直近でも1107話で看板戦船長のバンオーガとカタリナ・デボンがサタン星の前に現れて、でサタン星にタッチして、まあ、五老星が落ちてるわーっていうことで任務完了していったっていうわけなんですけど、これもまたよからぬことに使われそうですよね。でね、まあ、こんなあっさりとね触られてしまうサタン星はほんまにマルキやなと思うわけなんですけど、まあまあまあ、ちょっと油断してたんでしょうね。で、まあ、これ以外にもやっぱり黒ひげ海賊団最終章はもうめちゃめちゃ気合が入って動きまくっているわけなんですよ。ウィナー島でね、このローの決戦があったりだとか、まあ、ハンコックの身を狙ってわざわざ動きに行ったりだとか、でコビーを捕らえたりだとか、で、まあ、ガープをね、まあ、倒したりだとか、いろんな動きをしているわけなんですけど、こんなにもう黒ひげ海賊団能力も大体分かってもう超活躍しているにもかかわらず、実は不穏なキャラクターがいるんですよね。それがラフィット。これ未だに謎なんですよね。黒ひげ海賊団5番船船長で鬼保安官の異名を持つラフィットなわけなんですけど、こいつは一体何者なのかというところにね、今日は迫っていこうと思います。まずですね、黒ひげ海賊団の初期面で、まあ、おそらく催眠術も扱え鳥っぽい能力者っていうことが今のところ分かっている話なんですよね。で、まあ、彼だけがワンピース最終章に入ってからなぜか唯一その姿が描かれていないと、まあ、少し不穏な空気があるわけなんですよ。で、1079話でエッグヘッドに黒ひげの船が向かっている様子が描かれた時に、まだ登場していないデボンとラフィットなんじゃないのかっていうことを思ったんですけど、これがまさかのデボンとオーガで、まあ、オーガのワップアップの身が便利すぎるがゆえに相当酷使されてるんやなと。ワンピースの映画でローのオペオペの身が便利だからローが酷使されているように、黒ひげ海賊団の中でもこのオーガのワップアップの身でめちゃめちゃオーガは酷使されてるんやなってことが、まあ、分かる一幕となりました。じゃあラフィットは何をしているんやってことを思うんですよね。実際最終章に入ってから過去回想を除くと一回も姿が描かれていないんですよ。死んだんかと思うんですけど、さすがに描写もなく死んでいるってことはありえないと思うんで、今回は、ね、このラフィットの能力と現在の動向を考え、そして黒ひげ海賊団の動きにたどり着いたんで、その考察をお話ししていこうと思います。ちなみにですね、僕の予想が正しければラフィットの姿はもう間もなく描かれると思うんですよね。というのも、このエッグヘッドに向かってきた船、実はこの船の中にラフィットもいるんじゃないのかなと。そこにデボンとオーガの帰りを待っている可能性があると思っているんですよね。で、最終章に入ってからの黒ひげ海賊団のこれまでの動向だとか、新たに判明したその目的を考えると、一度蜂の巣に戻った彼らが次に向かう先、これが分かってしまうんですよ。ズバリ言うとマリージョア、これもね、マリージョアに行きます。彼らはそのお話をね、今日はしていこうと思うわけです。じゃ、まずね、僕が覚えた違和感の話なんですけど、今の黒ひげ海賊団の動きというのはもう違和感があるんですよね。それが最終章に入ってから黒ひげ海賊団の動きを振り返ると気づけるんですけど、まずワノ国編の後、黒ひげ海賊団が最初に描かれたのは1059話でアマゾンリリーにやってきた黒ひげデボンバスコショットの姿なんですよね。これも海軍に取られるグレーなら俺がもらっちまおうと言っていたように、七部海制度の撤廃によって狙われることになったハンコックのメロメロの実を海軍が打捕しに来るところに混乱に乗じて奪うというものやったんですよ。まあ、その結果がどうやったかっていうと、うまくはいかなかったんですけど、まあ、それは海軍のセラフィム投入とかレインの仲裁もあって、まあ、かなりちょっと黒ひげ側としては、あ、こんなにまあ戦わなあかんならちょっと話違うなっていうことで割に合わないなと思ったところでね、まあ、引いたんでしょうね。で、韓国は能力を奪われることはなかったってわけなんですけど、今まで黒ひげは相当慎重に動いていたのにもかかわらず、ここに来て結構いろんなところに大胆にまあ動き出しているんですよね。で、その時に海兵たちの代わりにまあ捕らえられたのがコビーやったということで、コビーが蜂の巣に拉致されることになったわけなんですよ。海賊王の元右腕が出てきたところで、やはりこの現役の黒ひげ4個は強いと、ただじゃ転ばんということで、ハンコックの能力メロメロの目は無理だったけど、コビーを打破することに成功してるわけなんですよ。で、これも黒ひげの夢のための目的やったんですよね。で、この事件、実はルフィたちがワノ国で戦っている裏での出来事やったんで、時系列的に言うと現在よりも若干前になるっていうのも一つ重要なんですよね。で、さらにワップアップの能力者であるオーガはクリンちゃん誘拐のために
クザンと一緒にトットランドに行っているというところもあるんで、アマゾンリリーに来た黒ひげたちは普通にサーベルオブジーベック号で移動していると。だからワップアップで移動するこのオーガ班とサーベルオブジーベック号で移動する本体で、まあ、ハチノスの、まあ、本拠地みたいなのが最近の黒ひげ海賊団の主な行動のパターンやと思うんですよね。で、今までの話でそこが分かるわけなんですけど、次に黒ひげ海賊団が描かれる話数が1063話、こんなにポン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 黒ひげ海賊団の情報が出てくるのは僕ら思ってなかったですからね。で、ここで彼は何をするかっていうと、ワノ国を出航してやってくるルフィ、ロー、キッドの三船長のうち誰か一人からロードポーネグリフを奪うためにウィナー島で待ち伏せをしていたっていうとこだけなんですよね。で、ここではバージェス、オーガ、毒牛、ストロンガーのメンバーが、まあ、黒ひげと共に来ていたわけなんですよ。まあ、ルフィ、キッド、ローの誰が来てもこのメンバーだけで十分やと考えたんでしょうね。まあ、随分舐められているなと思うわけなんですけど、まあ、実際キッドにしろローにしろ、まあ、確かに負けてそうやなと思います。ルフィが言っとったらちょっとだけどうかなとは思うんですけど、まあ、それでもやっぱ厳しいかもしれないですね、現在の段階やと。まあ、ただこの戦いの詳細な時系列は明かされていないんですが、まあ、ワノ国からそれぞれの島への距離を考えると、まあ、ルフィ、キッド、ローはそれぞれ同じくらいのタイミングで、むしろローが最後くらいのタイミングで、まあ、このウィナー島に着いたんじゃないのかなと。で、ルフィたちがエッグヘッドに上陸した頃に黒ひげとローは戦闘が始まったのではってことを思うんですよね。で、実際この戦いが描かれたのは1063話と1064話で、ローたちの様子とルフィたちの様子が同時並行で描かれていますと。で、ナレーションでも一方未来島エッグヘッドって言われていたんで、ほぼ同タイミングやったんやろなと。で、このロー VS 黒ひげの戦いは現在描かれているエッグヘッド事件からたった1日前の出来事なんで、やっぱりもうね、最終章もうこの1日の密度っていうのがえぐいんですよね。で、じゃあここでオーガなんやけど、オーガはいくらワープアップの能力者とはいえ、たった1日足らずでウィナー島からエッグヘッドに向かっているっていうのがわかるわけなんですけど、ウィナー島からエッグヘッドってまあ近いっちゃ近いと思うんですよね、そのワノ国から簡単に行けるという点で。まあ、ただちょっとここに違和感があって、そんなにワップアップって超長距離移動ができるんかっていう話なんですよ。なんか戦闘している描写の空間ぐらいやったら、まあ、オペオペの実とかでも読まれる瞬間移動みたいなことを疑似的にやっとったから納得いくんやけど、じゃあワップアップはどうなのって思っていたら、エッグヘッドでそれが描かれたんですよね。そしてこれがまた違和感なんですよ。オーガのワップアップの能力の移動範囲っていうのはかなり限定されているということが描かれてるんですよね。オーガがさあ帰ろうって言って、カタリナ・デボンがまだ島内をもう少し遠くへワープできないのかい、修行中であるってことを言っていたんで、移動距離がかなり限られているってことがここで分かったんですよね。だから言われていたような島から島への移動っていうのはワープはできないっていうことなんですよ。で、この時もサタン星がクマに吹っ飛ばされて落ちてたのがエッグヘッドの中心街近くだったとしても、外観を見た感じおそらく海岸までの距離はせいぜい数百メートルくらいなんで、オーガのワープアップの能力が頑張っても数キロ飛ぶとか、まあ、今の島から次の島へ飛ぶとか、そういったことはまあできないんじゃないのかなっていうことをね、もう思うんですよね。だから学校とかで、まあ、教室から校門に行くことはできるけど、学校から家に帰ることはできひんのじゃないのかっていう距離感の、まあ、レベルの能力なんですよね。まあ、それでも戦闘においてはね、スナイパーということも考えたらめっちゃ強いんですけど、まあ、思ってたよりも移動手段としては弱そうやなと思ったんですよ。でもこのオーガは、まあ、ワノ国から見て北東にあったウィナー島から一番遠くにあるエッグヘッドまでの距離を1日足らずで来れてるんですよね。新世界ってそんな簡単に移動できないと思うんですよ。この島から島へっていうのは、もともとグランドラインっていうのはやっぱりその時期を貯めて移動しないといけないっていうのがあるのに、じゃあエッグヘッドのエターナルポースって持っとったんかと思うんですけど、政府管轄の島のエターナルポースをそんな簡単に手に入れれるとは思わないんですよね。仮にエターナルポースを持っとったとしても、距離が長ければ1日足らずで来ることができるのかっていうことを思うわけなんですよ。でこれって船ごとワープを繰り返したりとか空中のワープを繰り返したりとかしてるんかって思うんですけど、おそらくそんなに便利な能力じゃないと思うんですよね。だってそれができるなら実質的に超長距離移動ができるということやと思うんで、だからカタリナ・デボンとバンオーガが実際歩いている描写が描かれたということは、あれは一旦そのサタン星の前から離れるための避難的に使って、あとはしばらく歩いて船に向かっているんじゃないのかってことを思ったんですよね。で、実際悪魔の実の連続使用が疲れるという描写は描かれているんですよ。それがフィルムレッドのブルーのがね、あのドアドアの実の連続使用は使われるってことを言ってるんですよね。で、この映画やから関係ないやんと思う人もいるかもしれないんですけど、このフィルムシリーズっていうのは小田先生が監修しているんで、能力とかに関して矛盾っていうのは出ないようにしてくれてると思うんですよね。なんでやっぱりこの能力の使用は疲れるやろうってことを思うわけなんですよ。それ実際ワップアップの実でも変わらんのじゃないのかなっていう。バンオーガは、まあ、この明らかにワップアップの実を食べたのはこの最近の出来事やと思うんで、まあ、修行中で能力を覚えたてっていうことも本人はね今言うとるわけなんですよ。じゃあこの距離
をワープで移動したっていうのは、まあ、結構無理があるなと思うんですよね。じゃあ黒ひげ海賊団はどうやってこんな高速移動を可能にしているのかっていう疑問にぶち当たるわけなんですけど、僕はそこで単純な解決策を思いついたんですよ。ワープアップ以外の相当速い移動手段を持っているっていうだけの話なんですよね。この違和感に気づいた話としては、このエッグヘッド近海にいた黒ひげの船をよく見るとエッグヘッドの正面から来ているわけなんですよね。というのもエルバフからやってきた挙兵海賊団たちは方角的にエッグヘッドの北東から来ていたので、ちゃんとエッグヘッドの裏側が描かれていると。にもかかわらず黒ひげの船は正面側からやってきてるってことは、このエッグヘッド近海にいた黒ひげの船はウィナー島にいた船とは別物の可能性が高いんですよね。じゃあ王賀は船ごとワープで移動はしていないと。でワープアップ以外の方法を使ってウィナー島からエッグヘッドまで移動しているってことがわかるんですよね。でそれを可能にする移動方法ってのは一体何なのかっていうと、まあ、ズバリラフィットの飛行能力、まあ、ラフィットの、まあ、能力の正体について話していこうと思うんやけど、ラフィットというのは大きな白い翼を持っていることから、まあ、やはりゾーン系の悪魔の実の能力者なんじゃないのかなと思うんですよね。で実際このラフィットの人獣型の姿ってのはまあめちゃめちゃ特殊なわけで、マルコのトリトリの実幻獣種モデルフェニックスの人獣型と一緒で体の一部分だけが変身できているわけなんですよ。でこれはトリトリの実を相当使いこなしているということで、まあ、実際同じトリトリの実のペルとかは、まあ、やっぱりすごいもっと動物っぽい感じになっちゃうんですよね。まあ、あとはモルガンズとかも完全にまあちょっと動物っぽい人獣型になっちゃうっていうことなんで、これはまあやはりマルコとかこのラフィットがかなり能力を使い込んでるからこそできる変形やと思うんですよね。まあ、実際チョッパーもこの七段変形ができるっていうのはもちろんあのランブルボールの影響っていうのもあるんですけど、ゾーン系っていうのはそもそもこれぐらいのまあ7つとか8つとかの変化ができるポイントがある可能性がある身と考えることができると思うんですよね。まあ、そういうことを考えるとこのトリトリの実のまあ能力者として相当レベルが高いんじゃないのかと思うんですよ。じゃあこれズバリ何の実やねんと、モデルエンジェルなんじゃないのかとか、まあ、そういうことを思ったんですけど、今回は僕はね一番しっくりくるのはトリトリの実モデルフクロウなんじゃないのかなと思ったんですよね。というのもまずフクロウというと飛ぶ音がめちゃめちゃ静かな鳥なんですよね。でラフィットってのは隠密行動を得意にしているという描写が描かれていて、初登場時も無音でマリー城に潜入してますと。あんなに偉い人たちと七部会が集まってるんやから警備は多少なりともしているはずなんですよ。にもかかわらず簡単に侵入できたっていうのは隠密行動が得意ってことやと思うんですよね。ミホーク、ドフラミンゴ、クマなど見聞色を使えるような連中をもってしても気づいてるか気づいてないかわからないレベルやったわけなんですよ。でさらにこの催眠術っていうポイントなんですけど、まあ、これね、まあ、僕はすごいポケモンが好きなんで、あのホウホウとかヨルノズクっていうポケモンすごい思い浮かべるんですけど、フクロウモチーフのこういったポケモンなんですけど、こいつらも催眠術が得意なんですよね。ということはモデルフクロウのラフィットが催眠術を得意としていても、まあ、おかしくないなと思うんですよ。でさらにフクロウは夜行性の鳥なので、ウィナー島からエッグヘッドまで1日足らずでオーガを連れて飛んでいったっていうことがあり得るんじゃないのかなと。でこのフクロウはヨーロッパでは森の賢者と呼ばれるくらいの知恵の象徴とされていることから、黒ひげ海賊団において参謀の役割を果たしているラフィットのイメージにもぴったりなんですよね。でフクロウで有名な国といえばフランスのブルゴーニュ地方というところなんですけど、フランスとラフィット実はこれ関係あるんですよね。ラフィットのモデルになった人物というのがフランスに大きく関係している人間で、それがジャン・ラフィットというこちらの人物なんですよ。まあ、どこかこの保安官っぽい格好をしているわけなんですけど、黒ひげ海賊団っていうのはこのモデルをすごい大事にしている海賊団なんじゃないのかなと思うんですよね。まあ、というのも黒ひげ本人がまずエドワード・ティーチという実在した海賊をモデルにしていると。白ひげ海賊団エドワード・ニューゲートの元にいたティーチのモデルがエドワード・ティーチになっているわけなんですよね。で同じく初期メンバーであるラフィットも実在した海賊ジャン・ラフィットをモデルにしている可能性があるやろうと。じゃあこれどういう人物やねんっていうと、19世紀にメキシコ湾で活動していたアメリカの海賊なんですけど、もともとはフランスのボルドー出身なんですよね。まあ、ワインとかによく聞くね。でこのラフィットという名前はフランス南西部では一般的な名字なんです。さらにさらにフランスにはシャトー・ラフィット・ロスチャイルドというあの都市伝説でも品質の名器であるロスチャイルド家が誇る超有名な赤ワインの銘柄も存在しているわけなんですよね。でさらにフリーメイソンのシンボルはフクロウなんですよね。まあ、実際にフリーメイソンがこの支配をしている証としてフクロウが描かれているっていうのがあって、まあ、それがアメリカのこのホワイトハウスとかもフクロウやし、
国会議事堂もこうやって空撮をしたらフクロウに見えるということで、フリーメイソンの支配下にあるんじゃないのかっていう都市伝説をね、まあ、よくコイティスタジオの方で話したりもするんですけど、この世界を目指している黒ひげ海賊団がフクロウモチーフのやつが参謀っていうのはかなりあり得るなっていうことを思ったんですよね。今回エッグヘッド編で世界って言った時に僕はこれ思ったんですよ。これすごくないですか。これ、まあ、本当にこの気になるフリーメイソンとこの黒ひげ海賊団っていうのは結構つながる部分があったんで、あ、もしね都市伝説的な要素からワンピースも考察見たいよっていう人がいたら高評価ぜひお願いします。こういうのはねもうめちゃめちゃ得意分野なんで、まあ、いくらでも話せるんですけど、みんな見たいんかなっていうのが、まあ、正直気になっているところなんで、まあ、今日はねもうちょいワンピースによった話でやろうと思います。そういうことであれば、まあ、フクロウの能力も相まってオーガがエッグヘッドに来れたのも納得やし、ラフィットが今オーガとデボンの帰りを船で待っていることもあるんじゃないのかな。で、この後の行動として、オーガは、さあ帰ろうと言ってることから、一旦は蜂の巣に帰るっていうことが思われるわけなんですけど、その後の黒ひげ海賊団の行動にも、このラフィットが重要な鍵を握ってると思うんですよね。それが、黒ひげ海賊団の真の目的に関わってくるものやと思うんですよ。で、実際、まあ、サタン星も、まあ、そういう動きを、まあ、多少は察していて、妙な動きばかりする貴様らの本当の狙いは何だってことを聞いて、まあ、世界っていうことをバンオーガが答えてくれたわけなんですよね。で、この世界というのは、まあ、ワンピースの世界でいうところの、まあ、かつての世界の王を目指したロックス・ディ・ジーベクと同じやと、まあ、実際ロックスの意思をね黒ひげが継いでるんじゃないのかってのは船の名前サーベル・オブ・ジーベック号という名前を付けたこともわかりますし、まあ、かつてロックス海賊団がね、まあ、拠点にしていた蜂の巣を拠点にしていることからも、まあ、何気にこの意思を継いでるんやろうなってことを思うんですよ。でさらに黒ひげといえば海軍の英雄と呼ばれているコビーを捕虜にした際に自身の夢について俺はなこの海賊島を一つの国家にしていいのさ、世界政府に所属する国にな、俺が国王黒ひげ王国ぜはははは。どうだってことを言っていたんですよ。この黒ひげ王国を建国するという夢の実現のために最近は黒ひげは動いていると。つまりデボンがサタン星に触れた直後に任務完了と言っていたのも全てはこの黒ひげの目的である黒ひげ王国の建国、そしてそれを足がかりにする世界を取るための大事な過程なんじゃないのかなと。で今回デボンがこのサタン星にタッチしたってこともその過程が何段階もスキップできることになっているんじゃないのかなと思うんですよね。というのもデボンはこのタッチによって、まあ、おそらくキュービの狐の能力でサタン星に化けることができるようになったと。じゃあ五老星たちは、まあ、ベガパンこの放送を止めるために今エッグヘッドにね集結おそらくすると思うんですけど、その事実っていうのはおそらく海軍上層部にすら、まあ、特に話さず勝手にやってきてるんやろなと思うんですよね。呼ぶぞああってやってきてますからね。で今からデモンがサタン星になりすましてマリージョアにもニューマリンフォードにもどこにでも侵入可能な状態が作り出せてしまうんじゃないのかなと。でそれに合わせてラフィットの能力と隠密性と催眠術が加われば五老星の権限も合わせて黒ひげ王国の建国をあっさりと通してしまうんじゃないのかなと。だから僕たちは黒ひげ王国の建国というのが物語の先の話だと思っていましたけど、実はワンピースの最終章において黒ひげ王国というのは簡単に実現してしまう可能性があるんじゃないのかなと。それはサタン星に化けたデボンがあっさりとこれからは黒ひげ王国という国を承認するようにみたいなことを言って、まあ、ちょっとルルシア王国がなくなった穴を埋める感じでねまた入るかもしれませんね、まあ、多分言うてくれるでしょ。サタン星に化けた、ね、デボンも世界の均衡は大事だからな、なんか国が一個減った気がするから黒ひげ王国でもどうだ、私も科学者嘘はつけんぞと。科学何が関係あんねんって感じですけどね。まあそんな感じでねマリージョアでサタン星の偽物が暴れ黒ひげ海賊団が得をするみたいな展開が来るんじゃないのかなと思いました。ついでにね均衡ジジイことねあのナショナル星にも触ってね、やはり世界の均衡のためには黒ひげ王国を認めるべきだみたいなこととかも言わせたいんですけどね、どうなんでしょうね、まあ、これでね本当にあのナショナルも来てデモにタッチされたらもう五老星もドライやねと思うんでね、まあ、ちょっと彼らにはまた頑張ってほしいですね。はい、まあ、ということでね、いよいよ明日はね五老星が来るのかどうかのわかるんでね、まあ、そこも含めてジャンプ会楽しみにしていこうと思います。それでは See you。